魔怪獣のスーツアクターを務めた武田は撮影時間が長く地獄であったと述べており、撮影を止めるために蛍光灯のレーザーブレードをわざと割った。アニメ福ちゃんで主人公がテレビでシャリバンを見ているシーンがある。ギャバンとは異なり、シャリバンの名はコードネームである。シャリバンが所持するクライムバスターは全長30cmで重量 1500g。 作中には出てこない必殺技が挿入歌へえシャリバンで歌われていた。シャリバンという名前はギャバンやシャイダーとは違い、俳優からつけたのではなく、ギャバンから継承したバンに太陽のシャインを掛け合わせて命名された。主演の渡利博はシャリバン終了のしばらく後に交通事故で大怪我を負って3ヶ月入院した。ギャバンから一転してシャリバンが派手な色使いになったのは低年齢層にアピールするため、企画当初は銀のギャバンに対して金色になる予定であった。